どうも、赤手です。さあ、今回は、毎度恒例、季節絵シリーズを知っているかですね。まあ、今回でバージョン3になるのかな。まあ、以前ね、上げた動画に関してはね、よかったらね、まあ、概要欄とか再生リストの方から見てほしいんですけど、今回はね、またね、原神の公式イラストレーターによる、この絵がマジで素晴らしいんすわっていうイラストをね、紹介していこうかなと思います。よかったらね、みんながお気に入りのね、イラストに関してはコメント欄で書いてくれたら嬉しいです。早速、1枚目からちょっと紹介していきます。1枚目のイラストがこちらですね。まあ、最近ね、発表されたもので、まあ、Twitter が200万人、YouTube の登録者数が100万人記念のイラストなんですけど、これね、もうマジで好きで、まあね、あのね、七神がね、3人並んでるプラス主人公組、ホタルと空が並んでいるっていうのがめちゃくちゃ良くて、宙に浮いてるパイモンがめちゃくちゃ笑顔で手振ってくれてるんだよね。このね、ホタルちゃんとパイモンの笑顔がちょっとね、似てる感がなんか相棒感あって、めちゃめちゃいいよね。でね、個人的に好きポイントがあって、ライデン将軍の手元見てほしいんだけど、これね、寝てる八重美子がね、いるんすよね。こういうところがまあ、原神ずるいよね、本当に。いやね、このイラストね、マジ好きなんですよね。なんて言うんだろうな、この、まあもちろんね、イラストレーターの方の描かれたタッチとか光の加減もめちゃめちゃ好きなんだけど、やっぱね、このメンツ、そして勝利先生がね、ちょっと腕組みながらこっちをにかってね、笑ってる感じ、にちゃって笑ってる言い方の方が正しいのかな。はい。といった感じで、まあ、原神ってな、ゲームのグラフィックもそうなんだけど、その担当されるイラストレーターの方もなんかすごい本気度っていうのがね、もちろんね、まあ、本気で描かれてたと思うんだけど、より一層その原神の世界観に合うような素晴らしいイラストを提供してくれてるので、いや、これはマジで満点の、いや、これ原神ユーザーが気絶する気絶イラストと言っても過言ではないのでしょうか。続いてのイラストがこちらですね。まあ、サンゴの実はココミ。まあ、ココミの誕生日イラストになるんですけど、このイラスト、ま、何が好きな部分かっていうと、ココミの表情と水のタッチですかね。これが本当にすごくて、まあ、ココミンっていわゆるマロマユって言ってね、それもめちゃめちゃ可愛くて描かれてはいるんですけど、まあ、これ表情だったりとか影の付け方っていうのかな。あとめちゃめちゃなんか色合いが、なんて言うんだろう、素人なんで何とも言えないんですけど、ちょっと塗りが厚いっていう方が正しいのかな。なんかデジタルっぽいイラストではない雰囲気っていうのかな。まあ、そうなんだけど、キャラの方はね。ただ逆に、この水の描き方が、まあ、むちゃくちゃ綺麗だね。この透明感といい、水の質感といい、なんて言うんだろうな。ちょっとなんかその、めちゃめちゃ綺麗なイラストとめちゃめちゃリアリティのあるイラストが混在してるようなこの世界観っていうのがめちゃめちゃくて、ココミンの指だね。指がめちゃくちゃ綺麗に描かれてんだわ。まあ、ココミンはね、まあね、もちろんね、好きなんだけど、一番好きってキャラでもないんだけど、このイラスト見たときに、うわ、ココミンめっちゃ可愛いなって、まあ、いわゆる再認識だね。するくらい、めちゃめちゃ綺麗なイラスト。まあ、個人的に感動したのは、やっぱこの水の質感だね。いや、なんか、絵でこんなにリアルに水かける人がいるんだっていうレベルっていうのかな。な、すごいね、ココミンらしい感じも出ていながら、リアリティがありつつみたいな、すごいなんか、個人的には素人目から見て不思議な感覚に陥ったイラストの1枚ですね。続いて3枚目のイラストがこちらですね。まあ、今年のバレンタインイラストのジンさんなんですけど、まあちょっとね、これはね、気絶しました、実際に。本当に。これね、マジで何がいいかっていうと、俺ね、イラストって結構1枚絵としてバンって描かれてるイラストも好きなんだけど、この、この、キャラクターが描かれているイラストの中にストーリー感が溢れるイラストってのが僕めちゃくちゃ好きなんだよね。まあ、ここだ と、まあ、僕目線で言うと仕事をしていてちょっと一息入れようかなと思った時にジンさんがちょっと書類渡しながら後ろの手ではバレンタインのチョコレートを隠しているみたいなね、説明文でもね、みんながね、糖分を取ると元気になると言ってチョコレートをくれたんだみたいなね感じで、まあ、食べたら確かに元気が出たから私も作ってみたんだ。より爽やかな味わいになるように他の材料も加えてみた。タンポポの軽やかさと風の涼しさを感じてもらえたら嬉しいみたいな。ちょっとなんかこの、頑張って作ったんだけど、前半の分に、まあ、みんなが糖分くれたら元気になると言ってチョコレートくれたから、まあ、作ってみたなって、ちょっと言い訳してる感じがまたジンさんっぽいんだよね。なんか素直に頑張ってるから、まあ、その、なんだろう、お礼っていうか頑張ってる君にっていうのも確かにジンさんっぽいんだけど、ちょっと恥ずかしさがありながらもちょっと言い訳しつつ、でもやっぱりこのね、僕たちにチョコレートをあげるっていう、その言い訳のためにちょっと前半の文がついてるのがまたこれいいんすよ。これに関しては、イラストプラス公式ツイッターのこの文面がまたね、さすが公式さん、ジンさんを分かっておりますといった感じで、これも前鏡になってね、さ、チョコレートをね、後ろで隠してるのがまたいいんすよ。あ、マジで。ジンさんって嫁だったんだな。次に紹介するイラストが、こちらですね。
まあ、こちらに関しては、バージョン 2.5 のアップで前に発表されたイラストなんですけど、まあね、冬の時期2月に公開されたイラストだったので、スノボを乗ってるんだけど、これは、いわゆる、まあ、原始人の世界、まあ、タイトルプラス、まあ、現代パロディって言われてる部類のイラストだよね。まあ、その原始の世界観の中で、織りなすそのストーリーとか一部のカットっていうよりかは、原始人のキャラクターたちが現代に来たらどんな感じになるのかっていう感じなんだけど、これもまた良くてですね、まあ、これスノボをしてるんだけど、まずパイモの服、これめっちゃ可愛いよね。ニット帽に、まあ、ブーツを履いていてみたいな感じ。ジャケットも可愛いんだけど、個人的には国生かな。国生の服がまあめちゃくちゃもうドハマりっていうかタイプになっていて、まあ、スノボに乗っていて、そのなんていうの、スウェットかながね、その紫の色合いと国生の髪色とも合っていて、まあ、ゴーグルもつけているし、上ではなカウンちゃんがとんでもないなんか高さをスキーでね飛んでたりもして、で後ろに書かれてる音符とかもねすごい楽しさを表現しつつも、個人的なこのスノボの下に散っている雪の質感もねめちゃめちゃリアリティがあって、僕さっきもその原神っていうかそのイラストの中でストーリー感が見えるのが好きって言ったんだけど、俺現代パロディもめちゃくちゃ好きなんよね。やっぱ原神のゲームの世界観ってやっぱり文明が少し遅れていて、どっちかっていうと、まあ、中世寄りって言い方が正しいのかな、結構昔の感じのストーリーかつファンタジー要素もある、いわゆるまあ異世界転生もののよくある世界観じゃないですか、の中でのこのキャラクターたちがこの現代に来たらどんな感じになるのかっていうファッションプラス、スノボやってる国生と、もうこのね国生が目キラキラして楽しんでる感じがまたいいんですよね。あー、やっぱり国生が読めたな。最後に紹介するのがこちらのイラストになっております。これがツイッターの公式フォロワー数が210万に突破した特別イラストと、まあ、なっていて、まあ最近だと公式から発表されたイラストの中だと一番最近のものに、まあ、なるんですが、これもねまたねここ好き要素がたくさんあっていて、まあ、左からカズハ、ユクワキ、アルベド、ウェンティって言うんだけど、まずこのカズハ、ユクワキがねこれ何見てるかねわかんないんだけど、このねなんて言うんだろう、仲良さそうな感じもめちゃくちゃに好きですし、あとはこの桜月っていうバッグがあって、それを見てるアルベド、これがまたねいいんですよね。アルベドもなんか言葉にはしづらいんだけど、このね、もちろん見てもらったら分かると思うけど、稲妻の国での出来事なんだけど、このその外の風景を黄昏て見ているアルベド、そしてまあ日本といったら日本酒ですよ。はい、まあ熱燗で飲んでいるウェンティと、このウェンティもまた良くて、ちょっとね口元見てもらったら分かるけど、お酒飲んでるか分からんけど、ちょっと口元が緩く若干書いてあると思うんだよね。そして、まあ、頬の部分、まあね、このイラストレーターの方、まあお気づきの方なら分かると思うけどね、もうとある超有名イラストレーターの方なんですけど、その結構頬をね赤く描かれてるんだけど、ウェンティだけ多分ね若干なんか頬の赤らみが大きいような気がしてる、まあ、もちろんお酒を飲んでいるからね、はいっていうのもあったりして、このウェンティのね表情もね眉毛がちょっと垂れたりもしちゃったりして、なんて言うんだろうな、まあこれ僕個人的にもう絵柄がめちゃめちゃ好きなんですよ。このイラストレーターの方は本当にただ一人のファンとしてもそうなんですけど、もう含めてもこのなんて言うんだろう、情景プラスこのコンビネーション、ゆくわきかずはのコンビ、黄昏れてるアルベド、そしてお酒をしっかり飲んでいてちょっと頬が赤らんでいるウェンティっていう、この構図がねまたもうめちゃくちゃ好きなイラストになっていますね。まあ、というわけで今回はもう原神オタクっていうか、もうオタクが話す原神の気絶絵について話していきました。まだまだね紹介してないイラストもねめちゃくちゃいいので、ぜひねこの際に原神の公式ツイッターフォローしてなかったよって人はぜひフォローしてみてください。そしてね、まあね、冒頭の方にも言ったけど、みんなが好きなねイラストどういうものがあるかについてはコメント欄で教えてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。今回紹介したねイラストに関しては原神の公式ツイッターのリンクを概要欄に貼ってありますので、皆さんチェックよろしくお願いします。これね毎日原神についての動画投稿もやっているので、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それじゃあ次の動画で会いましょう。じゃあみんな、オーツティです。バイバイ。